ここからは最終グループに入ります。まずイタリアのカップルからです。アンナ・カッペリーニとマッテオ・ザニです。このカップルはコンパルソリー第一課題が3位、第二課題は2位でした。コンパルソリーを終えて3位につけている4組のうちの1組です。まずジャイブから入りました。そうですね、随分フロアダンスから撮ってるんじゃないかなという振り付けが初め多かったですね、はい、初めの部分の、ね、多分イタリアはもうフロア社交ダンスもやる人が多いじゃないですか、だから結局 そういう先生から撮ってるんじゃないのかなと思いますね。このティーズルまっすぐ のミッドラインステップの派手でいいですよね。このカップも随分進歩しました ね。去年20番ぐらいだったんですね。そうなんですね。彼女が綺麗なラインを出せますよね。でも社交ダンスもやってるんじゃないかなって気は受けますね。そうなんでしょうね、はい、ここはブルースの部分です。この男性がもう少ししっかりするともっと素敵なカップルになってくる気するんですけどね、はい、ちょっと男性の方が両足とか片足でも浅いエッジが多いですね。これも全部派手なリフトですよね。もう一度ジャイブです。これは対角線のフットワークですね。随分女性 の動きが多かったような気がします。イタリアのカップル、アンナ・カッペリーニとマッテオ・ザニでした。さっきも言いましたけど、はい、ここはあのカップルやっぱり女性が随分綺麗な動き、綺麗なラインを見せられるので随分得していると思いますね、はい、これはスケートも女性の方がちょっと上手な気がします、男性の方がこれからまあ頑張って追いついていって追い越していく、リードしていく形になるんでしょうね、はい、姿形はとってもそうですね、はい、素敵なカップルになると思いますね、この二人は誕生日が近くて男性の方が2日早いだけです。17歳のカップル、はい、やはりイタリアは社交ダンスの方からも先生を招いて随分練習はしてるんですよね、だからこのプログラム構成なんかにもかなりそういうところが見えますね、随分強い国になってきましたよ ね、アイスダンスにおいてはね、2001年の大会ではフサルポリとマルガリオのカップルが優勝しましたし ね、今教えてるんじゃないですか、キッサンクライにいましたので、はい、前習ってた先生が このカップルを教えてるので、そのまま教えてるんだと思います。3人先生がいます。なるほど、はい、男性の横についてるのが彼です。多分このスピンはもう一つ
だったんですけど、ちょっとなんとなく男性のラインが外れてしまってる感じがしたんです、でも彼女の動きが綺麗ですよね。そうですね、すごく綺麗な動きでした。あ、キスさんとこにたくさん座ってますね。あ、メガネをかけて、はい、そうですね、はい、いいですよね、前習った先生たち全員ですよね、新しいお弟子さんで得点が出ました。ファーストマーク 4.5 から 5.2 です。そしてプレゼンテーション4点台はありません。 5.0 から 5.5 です。そうですね、プレゼンテーションの方がいいですよね、はい、技術面はちょっと彼の方の足が追いついてないみたいな感じで4点台もあったんじゃないかなと思うんですけど、はいはい、9人のジャッジは1人を除いて4位を出しました。あ、喜んでます。